はい皆さんこんにちはこよいこなんです本日お寿司 Vlog ということでまあ、ひたすら私がお寿司のコースを美味しそうに食べてる動画ですねにお付き合いくださいまあなんでこれをわざわざ撮っているかというと1本目の動画の Q&A コーナーでいただいたご褒美って何ですかに答えたご褒美飯ですねこちらが いつも焼肉とお寿司とマックとか答えたと思うんですけど突然のお味しいいただきましたこうやって撮影前は結構設営してるので後に食欲を爆発させてるという様子ですねあ私めちゃめちゃ猫舌なんでこうやって死ぬほど寒さまで飲めないんですよこうスタバとかね飲む時も基本的に10分ぐらい蓋を開けて冷まさないと飲めないんですよね どうううでもいい、こういこう豆知識私は喋ってるけど画面上はもう黙々と食べてますねあ美味しそう何だったっけなこの日あとか言ったやつ何かをすごいそわそわ待ってますね何でしょう<で>イカでございましたところがイカを食べようとしたらさっき出てきたさゆりの皮をねこうやって焼いて調理してくれて先に出てきたのでちょっともぐもぐと食べました 私基本的に一品よりお寿司が大好きなんでこのお店のいいところがですね「お寿司メインで」って伝えるとまあちょこちょこ一品はあるんですけど基本的にお刺身とととかか揚げ物とか挟まずに寿司メインででで組んでくれるところですねそういうところが好きで結構行ってたら覚えてもらえちゃってすごいなんか親身にというか親切にしてもらってます。 私基本的に何事もリピーター気質というか新規開拓するよりヘビーユーザーになるタイプなんですよねだからこう突然違う話になっちゃうんだけど漫画とかアニメも好きなものがあると一生同じの見るタイプこう結構信頼のあるというか信用している人にお勧すすめしてもらわない限りあんまり新しいものに触れてないような人なんですよね なのでこう YouTube を通してあコナンちゃんこれ好みそうだなとかいうものがいろいろあったらもうどんどん教えてほしいですちゃんと吸収していかないとねで先ほどから両手で持って食べてるこれはホタテの磯辺焼きですね私基本的に物を片手であんまり持てないというか誰かに見られてるとかそういうのを意識しちゃうと両手で絶対持っちゃうんですよね なななんかか失礼じゃないかなみたいなことを意外と気にして両手で持つ癖があるんですけどこれはあざといに入るんですかねあざといなって思いましたかこう見えてあざと可愛いいにはちょっと憧れてるんで今年は目指していきたいなと思いますもうん、ねこの時のウニが本当に美味しかったの震えてたね今ねこのね口直し 特殊ななのかな私ここに来るまでこれを出してもらったことがなかったんだけどだいたいさもずくとかさあるじゃんでもねこれはね大根に梅塗ってしそ挟んでちょっとなんかいつも振ってるんだけど味付け系かなこれがねすごいシャキシャキして何て言うんだろう昔ながらというかなんか古き良き口直しの味がしてすごい好きです全然古き良きとか知らないんですけどね でね、こうやって大将が次このお魚が美味しくなりますよとか、まあ、例えばアナゴはここからここまでが美味しかったんで次回からちょっと脂が減っちゃいますねとかそういう話をねたくさんしてくれるのですごい勉強になります、まあ、それもちょっと瞬間的に勉強になるだけでちょっとあとは覚えてないかもしれないんですけれどもでも魚のことにはね詳しくなりたいなーっていう気持ちはあるんで、まあ、この今回ね YouTube を始めたてなんですけれども企画とか また釣りに挑戦する機会があればなーって考えてますね。とか言ってたらもう本編最後の「卵ですねあっという間に終盤にかかっております。 なんか動画を作った時に5分44秒もあるからそんなずっとアフレコなんて無理だよとか思ってたんですけどこうやって話してるとあっという間過ぎて私お寿司の話というか食べてるところの実況みたいの全くできてないですね。ももうちょっと長くくしててみんなな見てくれたのかな毎月撮るかはわからないですけれども次こういうまたご褒美飯撮った時にはもうちょっと長くしたらタラタラと喋れる機会になるかもしれないですね。 ももう終盤も終盤盤ですねどのネタが皆さんおいしそうでしたかどれを食べている時が一番いいリアクションしてましたかね基本焼肉とお寿司食べることが多いんですけどなんかこう食べて欲しいものとかあったらコメントしてくださいごちそうさまでした。 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。